ハンティントンのダウンタウンマーシャル大学ハンティントンはアメリカ合衆国ウェストバージニア州西部に位置する都市。市街地はオハイオ川に沿って広がっている。人口は49,138人で州都チャールストンに次ぐ同州第二の都市である。近隣のアシュランドなどを含むウェストバージニアケンタッキーオハイオの3州にまたがる都市圏では人口は約35万人を数える。 また、同市は、マーシャル大学の大学都市としても知られている。同大学は、約1万6千人の学生を抱える。そのため、同大学の学期中は、ハンティントンの人口はチャールストンをしのいで、ウェストバージニア州で最大となる。1799年、この地に、現在のハンティントン市の一部であるガイランドットという、計画都市として建設された。もともとはこの一帯は、 フレンチ・インディアン戦争での功労者に対する報奨として与えられた土地であった。ハンティントンの氏名は現在の市の創設者であるコリス・ハンティントンに由来している。コリス・ハンティントンは1870年にチェサピークオハイオ鉄道の本社を置くために市を建設した。翌1871年にはハンティントンは正式な市となった。 やがて石炭産業や化学産業が発達し、1950年代には、ハンティントンは人口10万人を超えるほどにまで成長した。しかしその後、燃料としての石炭の地位が低下すると、それまでハンティントンを支えていた、ガラス、鉄鋼、鉄道部品といった産業が停滞し、工業都市としての地位が低下した。それに伴って失業も増加した。 1970年代にはダウンタウンの再開発が進められた。現在、ハンティントンの雇用を支えているのは市内のに病院をはじめとする医療部門である。また、同市はマーシャル大学の大学都市としても知られている。ウェストバージニア州内の一ハンティントンは北緯38度24分47秒、整形82度26分1秒。 北緯38.41306度整形、82.43361度、38.41306-82.43361に位置している。市の標高は173メートルで、山がちなウェストバージニア州内では最も低い部類に入る。市街地の上流約8キロメートルの地点でグヤンドって、川がオハイオ川に合流する。 アメリカが州国統計局によると、ハンティントン市は総面積46.6キロ平方メートルである。そのうち41.2キロ平方メートルが陸地で5.4キロ平方メートルが水域である。総面積の11.51%が水域となっている。ハンティントンの気候は蒸し暑い夏と雪の多い冬に特徴付けられ、四季がはっきりとしている。また、 州内の他地域に比べ、一年を通して、おおむね温暖である。夏の最高気温は、摂氏30度を超える。冬は、氷点下まで下がる。春、秋は涼しく、湿気が多い。中西部からの西寄りの風によって温められ、オハイオ川が湿度を高め、寒さを和らげるため、このような気候になっている。ハンティントンは、オハイオ川の南岸。 幅 5km ほどの狭い谷間に計画的に作られた都市である。市の中心部にはリッターパークが位置している。長さ 8km にも及ぶ。この公園は遊歩道やサイクリングロード、テニスコート、野外劇場、バラ園、池などの設備を有している。公園に沿って野鳥保護区も設定されている。公園の上の丘にはハンティントン美術館が生誕には ラジオ技術博物館がそれぞれ位置している。市内の歴史的建造物としては、ダウンタウンのキャベル軍地法裁判所の建物や、カーネギー図書館が挙げられる。マーシャル大学のオールドメインは1840年代に建立された歴史ある建造物で国の史跡に指定されている。プルマンスクエア1970年代に進められた市の再開発によって、 ダウンタウンの一部は取り壊されてしまった。しかし、2005年にトライステート交通局の公園の元に開業したショッピングモール、プルマンスクエアはダウンタウンを再活性化させ、蘇らせた。オハイオ川に沿って広がるハリスリバーフロントパークは多数の訪問者を集めている。ダウンタウンに立ち並ぶビクトリア様式の建築物の人気も上昇している。 1920年代に建てられたキース・アルビーン劇場はその代表的存在である。また、フィフス・アベニューの歴史的な境界群も有名である。かつて、ハンティントンはチェサピークオハイオ鉄道の町であり、また、石炭、鉄鋼、ニッケル、ガラスといった産業が発達した工業都市であった。しかし1970年に大気浄化法が施行されると、 公害が減少した一方で、それまでハンティントンの雇用を支えていた産業が衰退し、失業が増加した。現在ハンティントンの雇用は不動産、医療、保険コミュニケーション、銀行、観光といった第三次産業によって支えられている。また、マーシャル大学を抱える学術都市であることから、生命科学やバイオテクノロジー分野の研究が進んでおり、 今後の成長が期待されている。特に医療分野の評価が高い。セ命メアリーズ病院、キャベル・ハンティントン病院の2病院は、ハンティントン市最大の雇用種であり、その医療サービスは、市内のみならず都市験全体をカバーしている。また、マーシャル大学の医学大学院は、総合的ながん治療センターを持ち、全米屈指の高評価を得ている。ハンティントンの玄関口となる空港は、 市の西約1 0トルに位置するトライステート空港である。市街地の南側を週間高速道路 I-64 が東西に走っている。I-64 はケンタッキーウェストバージニア領州を東西に貫く高速道路で西はセントルイス、東はバージニアビーチへと通じている。市内にアムトラックの駅があり、シカゴとワシントン DC を 新シシディ経由で結ぶ長距離列車カーディナル号が停車する。また、市内にはグレーハウンドのバスディープもあり、ウェストバージニア州の州都チャールストンとオハイオ州の州都コロンバスを結ぶ路線が停車する。この路線は1日3便あり、ハンティントンからチャールストンまでは約1時間、コロンバスまでは約3時間半である。以下は2000年の国勢調査における、 人口統計データである、基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構成世帯と家族収入と家計、ありがとうございます。